今、青年後見人制度。青年と成人病の青年です。年いった人たちという青年。後期高齢者、75歳以上。まあ、こういう青年です。そこで、頭が、ボケたと。精神病だと。認知になって認知症と認定されれば、扱いは精神病院だ。なぜこの認知症が精神病なのかと。というのは、青年後見人制度というのは、この人たちはもう、精神病だから、精神病の人が自分たちの財産を管理する能力がなくなっている。だから後見人制度で財産を全部弁護士に預けるという、こういう制度を作ったんです。誰が老人の、ボケ老人の、認知症老人の財産を狙ってこういう制度を作ったかといえば、これは日本精神病院協会というのがある。日本精神科病院という。これは昔から問題が常に起こっている病院協会、精神病の病院ですから。精神病院の中で殺人が起こったり、財産の持っている老人が殺されるという場合がある。まあ、それが私の経験では、麹町に山形勲という韓国人であり、早稲田大学を出て、戦後大きく不動産業で財産を作って、100億以上の財産を日本及びニューヨークに持っておった。ところが、山形勲さんは健常者で精神病じゃなかった。ところが長男が山形勲さんという、まあその、オーナーですね、会社のオーナーから長男は不正をしたというので首切られた。自分の息子だけど。そして山形勲お父さんは次男の山形蓮というニューヨークで歯医者をしている人に自分の財産を譲ろうと考えた。譲る手続きをし始めた途端に、首切られた山形千という長男が、これを精神病院と八王子にある精神病院、大月精神病院と、この精神病院と組み、そして、麹町に大きなビルがありましたから、山形勲さんの住まいが千代田区麹町ですから、千代田区長の福田と組み、そして、今の麹町警察とも組み、この山形勲を精神病に仕立てて、精神病ではないのに精神病にして、八王子の病院から車で迎えに来さして、普通の生活をしている人の自宅に精神病の人たちが乗り込んできて、拉致、捕まえて車に乗せて、そのまま八王子の 山にある精神病院へ掘り込んじゃった。
そして山形さんは、いや俺は精神病じゃない、精神病で言っててもダメだと、お前は精神病だと言ってバンバン注射を打たれて、本当の精神病にさせられ、殴る蹴るの暴行まで加えられた上、死にかけた状態になり、そしてそれを死にかけた人を民間の病院に、精神病院から三田病院に移して、そこで息を引き取ったと。この事件を私はニューヨークの弟である山形千という人から頼まれて、10回以上八王子の精神病院へその調査に行ったことがある。まあ、ひどいものであった。体中が穴開いてるんだから、こんなまともな財産家の人間を、健常者を、全く精神病でない人を精神病に作っちゃうわけです。そして死に追いやるという。その八王子の精神病院は、この日本精神病病院科協会という精神病院の協会の副会長をしてたことを思い出した。その会長が山形です。山崎というのが今その精神病院科協会の会長で、山崎、この山崎と誰が組んでるかと調べた結果、この後見人制度を法律的に厚生労働省によって作る段階で、新政界という団体があるということです。政治団体が、政治結社が、新政界というのが作ったと。新政界というのは誰がやってんだと調べたところ、安倍晋三だということです。その新政界の晋は晋三の晋を使っているわけです。だから下村文部科学大臣が白友会を、同じことだ、これ白と新政界、新郎、安倍晋三の晋を使った晋と精神病院の生徒団体の会ですね、会、新政界、これがいわゆる青年後見人制度を作って、山形勲さんと同じように老人を全部精神病院へ入れて、後見人制度でその財産を管理する。これを厚生労働省の中の、老健局というのがある。老健局というのが、例の豊田という女性が老健局で仕事してたんだ、厚生労働省時代の役人として。その老健局でこの作ったのが、安倍晋三が会長をする新政会、新政会のスポンサーは精神病院である。全国の精神病院の団体である精神病院科協会、この山形会長と、山崎会長と、こういう精神病院の連中が後見人制度をでっち上げた。これが厚生労働省の老健会、老健局が一枚噛んでる。これが後見、青年後見人制度で、弁護士の利権になって
その利権の中心に座っているのが宇都宮検事である。まあこういうからくりも国民はよく知っておいた方が、財産を持っている年寄りたちはいずれこの被害者になりうる可能性があるとは思う。私は大丈夫、財産がないから。財産のある老人はこの制度、成年後見人制度の裏には加計学園や森友学園、その他多くの特区利権で乱用に乱用を重ねる安倍晋三、それらが絡んだ利権組織である。成年後見制度そのものが、私から言わせば老人を食い物にする、老人の金持ちを食い物にする反社会的行動団体ではないかと。こういうものはすぐ改めてもっとまともな、本当にボケた老人が財産を持って何してる場合は、やはり本当の後見人はまともな人、こんな精神病院に入れるんじゃなく、まともな方法でその管理をする形を整えないと、精神病院へぶち込んでそして殺してしまうようなやり方は決して正しいやり方ではない。トラブルが非常に多いと思います。この後見人制度は、老人の皆さん気をつけてください。日本はユーロシアの一員であると。